はい、おはようございます、マリモです。ということで8月15日やっていきましょう。まあ、あの夜の事件のその後の昼ではなく次の日の昼という設定でやっていきましょうかね、うん、いやー、ふかちゃんのおかげでなんとかなったね。にゃー、マリモデレデレしてるにゃん。顔見せないスタイル。あー、カメラ回せない。黒の件も無事に解決したし、あの時のルカちゃん頼もしかったね。でもさ、でも深夜な、あの子夏休みの旅行とかで来れないんだろ。おい、こっから使えなくなるのか。一緒に探偵団やりたかったな。あ、じいたん、じいたん、新しい仲間スカウト、ダジー。まさかフクロウって落ちとかないよな。おう、マリモくん、なんで、同じこと言ってる。ふうかちゃん、どうしてここに、旅行はどうしたの。まあそう思うよ。パパにお願いして伸ばしてもらっちゃった。私も妖怪探偵団に入れてほしくって。妖怪ウォッチの使い手として私にも手伝えることがあると思うから。マジですか。つまりこれって私は自分のお父さんとお母さんと。おっと、それ以上はダメでウィッス。あ、危ない、また透明になっちゃう。これを言うと透明になる。またウォッチ使いが妖怪探偵団に入ってくれるなんてな、わからず良いし。そうだね、大歓迎だよ。大歓迎。ふうかちゃん、ようこそ妖怪探偵団へ。よろしくね、マリモくん、みんなと。はじめ。おい。よろしく。マリモ、浮かれすぎだにゃ。やるやるですね。お父さんとお母さん仲いいな。ちょっとくすぐったい気持ちだけど。ふっ、これ。天野家が3人いるのね。伝説のワッチ使い。お、そういえば。どうしたの、トーマ。トーマの家族だけはまだ出たことないね。イラホちゃん、ウサペンを見つけられたかな。一人で探すって言ってたけど。そういえば、あれから見てないよ。絶対助けるって言ってたもん。大丈夫でしょ。本当かな。本当はそんでさ、適当にさ、もう張り切りでだけで言ってさ、その言葉を信じていいのかってさ、ぶっちゃけ言ったらわかんないぜ。もう、ボロボロになってるかもしれないんだ。時計はないんだ、時計がさ。は8月15日ともなると、やっぱり。ひどいだに。うさぎ小屋かよ。もう、ひるだに。誰も助けに来ないなんてひどいだに。ひなほ。うさべを見つけ。ひなほ。よく見つけたら、逆にどうしてここにいるってわかったの。あ、お互い匂いで。おー、さすがにだに。いやー。全然見つかんなくてさ。まあ、ひなほ頑張ったと思うけどね、俺。結構わかりやすい場所だによ。こんなこと言ってたけど、黙っとこ。まったくだに。本当に探し物下手くそだに。ね、こんなんだから妖怪ウォッチもなくしたに。まあ、助けてくれただけ感謝した方がいいんじゃない。ウサペン、でも来てくれると思ってただに。ありがとうだに。イナホ先生、いや、いいですね。いいですね。第6章、姫の目覚め。誰でしょうね、声優さん。すごいアニメーション。ウィッスー。なんだかご機嫌ですね、アカリスさん。だってさ、私たち最近絶好調でしょ。ちょっと前まで3人だけの妖怪探偵団だったけど、マリモくんがやってきて、フーカちゃんも仲間になって、向かうところ敵なしって感じで元気が湧いてくるんだ。世界の危機ってやつは心配だけど、俺たち意外とうまくやれてるよな。そうだね、このメンバーなら何か起きても立ち向かえる。僕もそんな気がするよ。世界を救う妖怪探偵団か。マリモくんたち、こんなすごいことをしてたんだね。いやー、それほどでも。うわー、ムカちゃんにすごいって言われちゃった。マリモくん、すごいのはみんなですからね。私も探偵団に入れてもらったし、早くみんなの力になりたいな。そしたら、今日はふうかちゃんに桜本町を案内してあげようか。おお、
ああ、いいと思うぜ。会計案件の調査も一緒にできるもんな。あれ、そういえばあかり、今日学校に用事があるんじゃなかったっけ。ああ、思い出したびっくりした。どうしたの、あかりさん。まあちゃん、今日プール掃除の日だったの。急いで学校に行かないと。中学校の夏休みにはそういう当番があるんですね。ね、あかりさんの中学校、私も見てみたい。一緒に行ってもいいよね。もちろん。けどなんかごめんね、用事に付き合わせちゃって。みんなで行こうよ。歩きながら街の案内もできるしね、つってさ。これ要はさ、未来にさ、連れてきたんだよね。これ大丈夫。ふうかちゃんと一緒に出かけるなんて最高じゃん。よし、決まりだな。さあじゃあ、さくら第二中学校まで、レッツゴー。あれだっけ、辰巳川端みなみだっけ。うわ、怖い怖い、ミッチーじゃん。ん、どうしたのミッチー、もしかして何か用あんの。よくわかります。わかったな。実はマリモにいいものを渡しに来たの。お、まああえてこういう指定にしたの。大王マン、なにこれ。これは一度戦った強敵と再び戦うことができる大魔王扉の、大魔王の扉で使えるアークだ。かつての戦場で、かつての強敵と再会する、いわば戦いの記憶を開く鍵というやつ。なんだか面白そう。のんきだな、マリオよ。だが実はこのアーク、超や極クラスの強さになった相手とも戦えるようになるらしいぞ。そんな強いやつと戦いんだ。腕試しにはいいかも。そのアークなら、三つ首の銃、つまり三つ股の槌である私と戦えるぞ。私という強敵を乗り越え、己の力の限界をさらに突破してみたまえ。自分で強敵って言って、おっと、いろいろ話していたらもうこんな時間だ。今日はちょっとこの辺で失礼するぞ。え、どこ行くの。商店街でイベントがあるんでね。また後でまた会おう。ではその大魔王のアーク有効に使ってくれたまえ。さらばだ。はあ、よし、じゃあ行きましょうかね。あ、ばあちゃんいいんじゃん。ばあちゃんがいいんじゃないですか。おお、お主たち頑張っているようじゃな。そろそろウォッチを強化してもいい頃かもしれない。だが、そのことでちーっとばかしお主たちに相談があっての。実は強化をしようにもウォッチが多すぎて困っておるんだ。確かにウォッチ多すぎ。そこでウォッチ強化作業に役立ちそうなものをお主たちで探し来てほしいんじゃ。頼めるかの。え、誰。あの時計屋のジジイぐらいしか思い出せない。まあいいや。そうか、この金見たいけどおばばの相談にこだわる。ああ、そうだ。そんなこと言うとわしも忘れてしまうぞ。いや、だってさ、強制じゃないんでしょ。別に俺ウォッチこのままでも使えるからいいかなって思っちゃって。いや、改造してくれるのはありがたいけど、時間がさ、ないからさ。よしよし。あれ、なんかあんじゃん。ん、これって秋のりの自転車かな。結構かっこいいじゃん。あ、そういえば調査の時もずっと歩いてたけど、もしかしたら自転車のこと忘れてるかも。鍵がかかってるみたいだから、ちゃんと秋のりに開けてもらおう。よし、秋のり、お前久々に呼び出そう。これでできるのね。あったあった、俺の自転車。へへ、これで移動も楽になるな。早そうな自転車。ちょ、見え。ごめん、見えね。ここ壁か。あ、ちょっと早いんじゃない。ちょっと早い。あ、ちょっと早いかもしんねえ。いや、走り方。まあいいや。でも、そうだ、今思い出したけどさ、俺自転車さ、今までずっと使い忘れてたんだよね。だからさ、これから自転車さ、持ち歩いてんだす、未来まで。自転車で走っていこうかな。ここあれか。霞がタウンだっけ。霞だ。とりあえずトットで中学校行きましょう。アイテムさ、こういうああいう時のためにさ使えるからさ、どんどん拾っていこう。ああ、こっちか。こっちはないのか。
っとすいませんちょっと欲しいものが。でとりあえず薩摩川がまた南だよな。よし、中学着いた。もうプール掃除かよ、よりによって、まあ、15日くらいになるとあんのかな。いや、何もない。3時だと何もない。中学に着いたらプールにゴーゴーっつっても、ゴーゴー、いや、ゴーゴーっつってまあ、とりあえず乗っとかないと。まあ、でもテンション高いな。あんたのお父さんだよ。あー、プールが綺麗になってる。もう掃除終わっちゃったんだ。掃除サボりだろ。アマロじゃないか。どうしたんだ。あ、島の落ちてる。いや、最近先生になったのになんで知ってんの。はい、私、プール掃除にしに来たんです。遅くなっちゃってごめんなさい。怒られるよ。あ、掃除は先生がやっておいたぞ。他のみんなももう帰ってるよ。先生が。母ちゃん、そんなこと、すいません。まさかそんなことになってたなんて。謝る必要はないし、そんなに遅れてきたわけじゃないんだ。ただ、俺もこれから用事があるんでな。ちょっと早めに学校を出たかったんだ。ありがとうございます。いや、構わないし、それよさとアマロも用事があるんだろう。せっかくの夏休みだしな、友達と遊ぶのも勉強のうちだと先生は思うよ。まあ、くれぐれも無茶な遊びはしないように。それじゃ、また学校でな。はい、さよなら先生。うぃっす。あの先生、いいこと言いますね。凍結だぞあいつ。よーし、友達と遊ぶのも勉強のうちだって。よし、今日はもう一度遊ぶぞ。なるほど。言われてみれば、せっかくの夏休みだもんな。たまには調査も一休みってのも悪くないか。ねえ、ゆかちゃん、何かやってみたいことある？ねえ、ね、じゃあこの辺りで一番にぎやかな場所に行ってみたいな。あ、それ俺も気になる。トーマ、おすすめの場所とか教えてよ。桜本町どうかな。それなら商店街がちょうどいいんじゃない。今日はイベントあるってミッチーが言ってたし。ミス？あかりさん一筋の彼が注目するなんて、どんなイベントなんでしょうね。なんだか言って、なんだか気になる。みんな行ってみようって。もう未来にいることは突っ込まない。もう。うんうん、そういえばこっち来てから商店街行っては初めてかも。ね、か未来の商店街って何があるのかなって。本当だね。未来の商店街って本当に何があるんだろうね。30年後ってさ、言うけどそんなに未来な感じがしないっていうか、ちょっとした都心に来た感じじゃない。なんかみんな浮いてないし。それドラえもんでしかない。ドラえもんの22世紀みんな浮いてるからさ。あー、商店街どっち、え、どこ、どこ、どこ行ってもいい。え、待って、商店街って何。新元町商店街。え、新元町商店街行けないじゃん。あ、下から行くしかない。あ、全然南に行く方法がわからん。とりあえず基本自転車で移動しようかな。こっちの方がなんか多分早いでしょ。まあ、あっちの方が早いのかなって移動は思っちゃうけど、まあいいわ。まあ、自転車用道路かな。いや違うか、自転車用道路ではない。あ、でも歩道のところが緑に加工されてるところがなんか、かっこ、あら、あれ、どうやって行くの。あっちか、こっちか。スレスレなんだよな。てかさ、このマップさ、ほとんど中学校のために作ったマップだよね。中学校しかねえこのマップ。よしよし、最終マップかな、ここが。すげえ、ここがあかりさんの街が商店街か。なんかちょっとおしゃれだね。気に入ってもらえたようで何より。さて、イベント会場は。あれ、向こうに見えるのって島の内先生。まさかイベントしたいの。ほんとだ、坂見くんも一緒みたい。でもなんであの二人が。うん、あれは四天王寺と洞窟だからだよ。坂見くん引っ越したばかりって言ってましたし、街の案内でもしてもらってるんじゃないですかね。先生の用事ってこのことだったんだ。なんでさ、四天王寺先生ではなく、四天王寺は子供の方で洞窟さん先生なんだ。
ハラハラ、早く行こうぜ。イベント始まってるかもしれないしさ。あ、そうだった。何がやってるんだろう。楽しみだな。ここはバスが歩いていけばすぐにイベント会場だよ。8月15ってのがキリがいいよね。うん、一緒に商店街にいる。これってもうデートって呼べるよね、ウィスパー。そうそうですね。すごいな。いや、なんかやっと未来に来たって感じ。あ、千葉。千葉。どれか行けね。一つにしよう。何が始まってるんだろう。早く。あ、戻ってね。戻ってんな。なんかアイドルのイベントみたいなのやってんじゃん。グランプリンセス。あら、あなたとても可愛いわね。プリコンを応募に来たのかしら。あ、プリコン。新元町さくらプリンセスコンテスト、略してプリコンよ。この新元町商店街を応援してくれるマスコットガール、さくらプリンセスを決定したすごい大会なんだ。女性なら誰でも参加 OK。 観客の皆さんに現地をアピールしまくるのよ。見事優勝したプリンセスやなら、なんと南の島のリゾート行きペアチケットをプレゼントでイベントなのよ。参加するならおばちゃんが受付してあげるから楽しみにしてるわよ。ああ、どうする。どうしようか。私は見てるだけでいいかな。参加するのはなんとなく恥ずかしいし。なんでにゃん、問題ないにゃん。優勝したら南の島に行けちゃうなによ。出た。そうですよ、あがりさん、あがりさんなら絶対に優勝できます。あ、みち、やっぱり来てたのか。一人で何してんだ。もちろんです。あかりさんのプリコン参加エントリーをびっちりびっかりばっちりやり遂げてきたんですよ。強制。ちょっと何してんだ、みち。いや、ほら、よくあることじゃないですか。雑誌のモデルとか芸能人のデビューのきっかけで、お姉ちゃんが勝手に応募しちゃったオーディションたまたま受けてみたら合格しちゃったってやつ。私には見る、あかりさんがスターの階段を登っていく輝かしい未来が。そんなの頼んでないんですけど。私があかりさんと一緒だったら出てみたいな。うぅ、ふかちゃんもプリコン出んの。一人で出るのはちょっと恥ずかしいけど、あかりさんとだったら楽しそうだもん。ね、お願い、あかりさん、私と一緒に参加しようよ。勝手に応募したミッチーのことを許すわけじゃないけど、うかちゃんと一緒ならなんか楽しめそうかも。うかちゃん、おかさん、俺たち一生懸命応援するよ。行きます。楽しみですね。それでは、うかちゃんと参加エントリーをしちゃいましょう。おばさん、あ、おばさんじゃない。優勝賞品は南の島のリゾートチケットプリンセスコンテストに触れてご参加を。え、どこ、あ、受付、え、どこだ。あ、いたいた、受付。おばちゃん、参加します。さっき女の子の参加エントリーに来たのかしら。ファンからの熱い推薦ってわけね。ふかちゃんとあかりちゃんが一緒に出場するのね。はい。ありがとう。さあ、もうすぐイベントが始まるわ。ふかちゃんのことちゃんと応援してあげなさい。あ、わかりました、応援します。頑張ってね、ふかちゃん。お任せを。おかりさん、応援を任せください。こいつら、やべえやつ。なんかすげえ可愛い子いるぞ。あの子、振り込んでるか。どれだ、あのピンクのスカートですか。うわ、本当だ、俺あの子に登場しちゃう。どうやら手強いライブでもいるようだ。んだ、大丈夫、ふかちゃんなら絶対優勝できるよ。ありがとう。何を、それじゃ頑張って。ちょっと30年昔の人は大丈夫か、古臭ってないか。お言葉ですが、四天王子様、このようなくだらぬ見せ物に本当の姫が現れるの。凍結くどいぞ、凍結。これは鬼桜が満開に。では、やはり姫はこの町に。ああ、ようやく理解した。鬼桜がこれほどの輝きを放っているのだ。すでに姫はご自身の力にお気づきかもしれん。なるほど、自らを姫だと思っているのならプリンセスコンテストにも出るだろうと。まさかあのおばさんじゃない。さあ、お姿を見せください、姫。
あのさ、おばちゃんじゃない？俺の予想、マクドナルドの人いるぞ。さあ、始まりました。新元町さくらプリンセスコンテスト。新元町商店街を元気に盛り上げるため、こんなにプリンセス候補が集まってくれます。それでは最初はプリンセスピーチ、参加者の皆さん、自己アピールお願いします。小さい頃からこの商店街でお買い物してました。いつも元気をくれるこの場所が大好きです。商店街の常連さんがプリンセスに立候補、元気なマスコットガールになってくれそうですね。そう、次はモスバーガーの方かな。モグモグバーガーのお姉さん、ハンキックどうぞ。いらっしゃいませ。入社したらバーガーを全額半額にしちゃいます。おい、そんなことしたらお前にそんな権限ねえだろ。モグモグバーガーをよろしくお願いします。なんとこれは魅力的なアピールです。突然の半額宣言に観客もヒートアップ。ほんならさ、こっちのさ、本社がダメって言うさ。お次は仲良く2人で参加の女の子、張り切ってどうぞ。夏休みの思い出に友達さん参加しました。おい、よろしくお願いします。ゆかちゃんとあかりです。よろしく。あー、ゆかちゃんってばやっぱり可愛い。あかりさん素敵、こっち見て。おかりさんに商店街を案内してもらって、今日は一日目いっぱい遊んじゃうつもりです。ゲームセンターとかドーナツ屋さんとかいろいろ行ってみようね。まさにフレッシュ、楽しんでいってくださいね。もう桜がすごいんじゃ。これか、姫の、いや姫、姫来た、姫のあやめと言います、よろしくお願いしますと。最近この町に引っ越してきたんですけど、とっても賑やかな商店街でワクワクします。こんな素敵な町で暮らせるなんて、これからの毎日がとっても楽しい。ワンダフル、まるで私たちの毎日までキラキラ輝いちゃいそうなスピーチです。やべえ、この子かわいいぞ。やべえぞ、この子かわいいぞ、この顔かわいい。かわいい姫のあやめしろ。あんなにキラキラな女の子がこの世にいるなんて。彼女は100年に一度、いや1000年に一度美少女だ。あきよりく、姫あやに、姫あやさんに一目惚れってやつですね。姫あやさん、なんて素敵な響きなんだ。なんかアイドルみたいにグッとくる。姫のさ、姫あやさん、あやめさん。はい、ありがとうございました。どのプリンセス候補も素敵ですね。それではこれより投票タイムに入ります。早いな。彼女の外、プリンセスという女性に手を切ってよ。普通ゲームとかしない、こういうのって。何も、何、スピーチだけ決まっちゃうの。こんなのさ、絶対顔でしょ、顔でしょ、もう顔でしかないでしょ。あ、俺も投票しちゃう。よし、これで全員最も輝くとあかりさんに投票しようじゃないか。おいおい、それ言うなら夢屋さんでしょ。あれほどプリンセスの三神君はいないよ。まいったな。僕は優勝したらなんだか、こいつ金のことしか考えてねえ。トーマくん、もしかしてモグモグバーガーのお姉さんに投票？みんなバラバラだね。ウィッサー、アリボくん、大事な票ですから心を込めてお名前を書きましょうね。そうだね、投票行ってみよう。ちょっと待って、俺ちょっと待って、ウィッサー、ちょっと待って、ごめん、ヒエラさんにマジで投票できてる。どのプリンセス候補もとっても素敵だったわね。じゃあ誰に投票するかもう決まった。はい、え、これさ、自分で選べんの？それじゃあなたのプリンセスの名前しっかり書いてちょうだいね。ねえ、これさ、あ、マジか、選べちゃうんだ。あ、これ面白いね。よし、じゃあ決めた、もう俺決めた。あ、最初のさ、あのスポーツ系のお姉さんのやつにはね、もうないのね。はい、これですね、確実に俺これですね。はい、これ決定しちゃいました。こいつ裏切りましたね。投票ありがとう、結果とか待ちましょう。はい、こいつ裏切りました。はい、裏切りました。僕の意見です。皆さん、お待たせいたしました。それではこれより投票結果をお知らせします。これ裏切り者でしょ、俺。これゲームオーバーとかないよね。第1回新元町さくらプリンセスコンテスト、栄光のプリンセスに選ばれたのは姫のあやめさんです。さあ皆さん、大きな拍手で商店街のプリンセスをお迎えください。私がプリンセス。夜中3時に盛り上がってますね。はい、おめでとうございます。それでは早速優勝商品の贈呈。もうあの洞窟と四天王寺も興奮してるな。お、来た姫。お、うるわしのプリンセス、よくぞコンテストに優勝なさいました。へえ、
あれって坂見くん？何やってんのこんなとこで。なんだ？あいつ、なんて美味しいやか。あれだったエムさんの優勝商品に渡したーい。え、優勝商品なんじゃない？こちらが優勝商品。南の島リゾート行きペアチケット。おわ。ありがとうございます。これさ、絶対さ、風花ちゃん選んでたら俺らの元に入ったってことはわかるし。さらに、あなた様にはこちらの商品。これさ、選択によってストーリー変わっちゃう？ちょっと見たいな。めっちゃすごい。いや、すごすぎ。ちょっと君、それ全部他の人に渡す参加賞だよ。はい。この方はどなたと心得る？新元町商店街のプリンセス、姫のあやめ様だぞ。いえ、それはそうなんだけどね。参ったな、これ。あなたこそ真の姫。商店街にとどまらず、すべての世界の頂点に立つべき姫です。告白してる。姫じゃなくて、姫野なんですけど。ふふふ。中根くん、何やってんだろう。変わった演出、なのか。プリコンに参加していただいた皆さんには、ちゃんと参加賞をお渡ししますので。それでは、新元町桜プリンセスコンテスト、これにてお開きとさせていただきます。みんなの目が冷たすぎる。あ、日暮れてる。ここか。いやー、お前もあやめさんを選んだか。見る目あるじゃん、マリオ。だろだろ、それな。マジそれな。本当に、あれはね、友情の証。ありがとう。プリコンも私、この辺でもうちょっと遊んでいこうぜ。やっと、ありがとうございます。ありがとうございます。おい、これ絶対めっちゃ回復できるやつ。いや、ありがたい。いやー、そりゃね、絶対登場するでしょ、親父もの。わー、楽しかった。今日はありがとうね、みんな。俺もすっごく楽しかった。また遊ぼうよ。これバレたらさ、殺されるよな、こいつ。もう縛かれるよな、こいつらに。二人に縛かれる。会計案件も落ち着いたら、もっといろんなところに遊びに行くよ。てかさ、この二人に投票したら、ミッチーがいないんでしょ、要は。おにゃん。アキノリくん、何やらぼーっとしてますけど。にゃーん。プリコンの後からずっとこんな調子にゃ。どうかしちゃったな。恋ですね。あーやみさん可愛かったね。またどこかで会えるといいな。なるほど。あのプリンセス選ばれた女の子が気になってるんですね。俺もちょっと気になってるな。ムー、確かに軽んではったな。もちろん私は赤井さん一筋だから。まあブレなくてよかったわ。まあブレなことはいいんじゃない。同じ町に住んでるって言ってたし、聞いたすぐに会えるって。おーそうか、そうだよな。霞みたいなって言うてる。なんか元気出てきたぜ。明日からまた探偵団頑張るぞ。頑張れ。はあ、いいな。で、なんか洞窟ストーリー来そうだよな、このパターンだと。